大隅義則は、日本の生物学者。学位は、理学博士。東京工業大学科学技術創生研究院、特任教授、栄誉教授、自然科学研究機構特別栄誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、基礎生物学研究所名誉教授、東京大学特別栄誉教授、福岡市名誉市民、大磯町名誉町民、 京都大学名誉博士、大隅基礎科学創生財団理事長。自然科学研究機構基礎生物学研究所、教授兼総合研究大学院大学生命科学、研究科教授、東京工業大学フロンティア、研究機構特任教授などを歴任した。オートファジーの仕組みの解明により2016年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。 太平洋戦争末期の1945年2月9日、福岡県福岡市にて生まれた、4人兄弟の抜子である。父、大澄義雄は九州大学工学部教授を務めていた。なお父は佐世保工業高等専門学校の3代目の校長を務めていた。家は福岡市の外れにあり、周囲は農家の子供たちばかりという環境で、みんなと一緒に、 自然の中で遊んだ。幼い頃から兄の和夫に送られた自然科学の本に親しんだ。特に安木隆一の生き物の歴史、マイケル・ファラデーのろうそくの科学、三宅野草の空気の発見などに心を動かされ科学に興味を持った。福岡県立福岡高等学校では科学部に所属した。卒業後、東京大学理科二十位に進学。当初は 理学部で科学を学ぼうと考えていたが、教養学部に新設された基礎科学科に興味を持ち、そちらに進む。基礎科学科の同級生には、神原秀樹や渡辺金津奈らがいた。1967年に東京大学を卒業し、学士の称号を取得した。そのまま東京大学大学院理学系研究仮想管理科学専攻に進学した。 タンパク質の生合成についての研究に魅力を感じ、今堀和友のもで指導を受けた。なお、博士課程においては、京都大学の大学院でも、内地留学して学んでいる。1972年に、東京大学の大学院を、単位取得満期退学した。その後、1974年東京大学より、理学博士の学位を取得した。論文の題は、 コリシン E3 の作用規則に関する研究。恩師である今堀和友の紹介で、ジェラルド・モーリス・エデルマンの研究室に留学することになり、アメリカ合衆国にわたり、ロックフェラー大学の博士研究員となった。その頃のエデルマンは、従来研究していた免疫学を離れ発生生物学に取り組み始めていたため、 大隅も試験管内での受精系の確率の研究に従事した。東京大学理学部の安楽康博に声をかけられたのをきっかけに日本に帰国した。1977年より1986年にかけて東京大学の理学部にて助手を務めた。1986年には東京大学の理学部にて講師に承認し、1988年まで務めた。 同年に東京大学の教養学部に転じ、助教授に就任した。1996年、岡崎国立共同研究機構が設置する基礎、生物学研究所に展示教授に就任するとともに、総合研究大学院大学生命科学研究科基礎生物学専攻教授も兼任した。2009年、基礎生物学研究所と総合研究大学院大学の教授を、 退任することとなり、それぞれ名誉教授の称号が贈られた。同年、東京工業大学にて、統合研究院の特任教授に就任した。現在は、東京工業大学のフロンティア研究機構にて、特任教授を務めている。ノーベル生理学・医学賞受賞に際して、文部科学省により公表された、肖像写真専門は、生物学であり、 特に分子細胞生物学などの分野を研究している。オートファジーの分子メカニズムや生理学的な機能についての研究が知られている。その研究論文は他の研究者から多数引用されており、2013年にはトムソン・ロイター引用栄誉賞を受賞している。その他、藤原賞、日本植物学会学術賞、朝日賞などを受賞している。2006年、 日本学士院は、大隅の業績について、一貫して、オートファジーの分子機構の解明に、正面から取り組んでおり、他の追随を全く許さない研究を続けていると、高く評価し、日本の学術賞としては最も権威ある、日本学士院賞を授与している。2012年には、生体の重要な素家庭の細胞磁職作用である、オートファジーに関してその分子メカニズムと、 生理的意義の解明に道を開いたものとして高く評価されるとして、ノーベル賞を補完する学術賞として知られる京都賞の基礎科学部門を受賞している。細胞が自らのタンパク質を分解し、再利用するオートファジーの仕組みを解明し、悪性腫瘍の特効薬を発明した功績が認められ、ガードナー国際賞を受賞した。2016年10月3日、 飢餓状態に陥った細胞が、自らのタンパク質を食べて、栄養源にする、自食作用、オートファジーの仕組みを解明した卓越した成果が、認められ、ノーベル生理学、医学賞を単独受賞する。メカニズムの詳細については、オートファジーを参照。所属学会は、日本生科学会、日本分子細胞生物学会、日本植物学会。 日本植物生理学会などに所属。トレードマークのヒゲは、アメリカ合衆国に留学した頃から伸ばし始めた。顔が若く見えることで、アメリカ人から見下されるのが嫌でヒゲを伸ばすようになったという。2015年10月29日、ガードナー国際賞受賞式にて妻の大隅真理子と、乳児期の大隅2015年10月29日。 ガードナー国際賞受賞式にて2015年10月29日、ガードナー国際賞受賞式にて、ガードナー財団理事長、ジョン・ダークス、カナダ中殺特命全権大使文字健次郎、ガードナー財団議長ローンティレルと。ありがとうございます。